皆様こんにちは株式会社パリミキホールディングス代表取締役社長の澤田正宏と申します執行役員財務経理担当の加山雄二ですこの度は決算説明動画をご視聴いただき誠にありがとうございます本日のアジェンダはご覧のとおり最初に加山より当社の2024年 三月期第二四半期決算をご説明し、続いて私より上半期のトピックス及び今後の取り組みについてお話しいたします。それでは2024年三月期第二四半期連結業績の数値についてご説明させていただきます。ご覧のスライドは連結損益計算書の概要です。売上高は前年同期比、 6.7%増の252億2000万円。営業利益は15億7800万円。営業利益率6.3%となっております。また、経常利益は20億6800万円。当市販基準利益は15億1800万円でした。国内の外境についてご説明いたします。 3年ほど続いた新型コロナウイルス感染症もようやく一定の落ち着きを見せ、分類も5月8日から季節性インフルエンザと同じ5類に引き下げられました。第1四半期に続き第2四半期も月次の国内既存店小売売上高は継続して前年を上回る結果となりました。特にコロナ禍では苦戦していたサングラス、補聴器の売上は好調で、 売上高の増加に寄与いたしました足元の10月に関しても107.8%と好調に推移しております第二四半期合計では既存店で前年同期費107.1%全店で106.9%子会社別ではパリミキ既存店で106.4%全店で そして金報堂では既存店で114.4%全店で112.3%となっています。国内における今期の出退店の状況ですが出店が4店舗退店が5店舗と第日四半期末の店舗数は637店舗で 全期末から1店舗順減となりました。国内セグメント合計での売上高は222億7500万円で、前年同期期10 106.1%となりました。こちらは海外セグメントの売上高についてです。海外各子会社におきましても、コロナ禍のマイナス影響はほぼなくなり、通常営業ができる状態となっております。 結果、売上高は30億2700万円となり、変ベースで前年同期110.2%、現地通貨ベースでは104.1%となりました。営業損益についてです。海外セグメントにおいてはコストの増加などにより、1300万円のセグメント損失となりましたが、 国内セグメントにおいての売上高増加と利益体質改善により連結では今年度上期11億6700万円増の15億7800万円となりました。また、経常利益は3億7300万円の為替債益などがあり前年比13億800万円増の20億6800万円となりました。 販売費及び一般管理費についてです。前年度期間に行ったテレビ CM を一部デジタル広告にシフトするなどの見直しにより、広告宣伝費は減少しましたが、その他の科目は増加し、合計では158億7300万円と前年度期比1.1%増となりました。この金額の増加は売上の高の増加に伴う 必然的な増加であると考えております。金額は増加した一方、売上に対する比率では前年より3.5ポイントの減少となっており、利益体質改善への取り組みは計画通り進んでいると考えております。対借対象表です。資産合計は393億1600万円と、全連結会計年度末に比べ、 19億4400万円増加いたしました。これは主に流動資産における現金及び預金が9億8600万円、商品及び製品が3億3900万円、受け取り手形及び売り掛け金が2億3900万円増加したことによるものです。また、負債合計は 94億9800万円と、全連結会計年度末に比べ3億3100万円増加いたしました。これは主に流動負債における契約負債が8100万円、その他が2億1100万円増加したことによるものです。純資産は298億、 1700万円と全連結会計年度末に比べ16億1300万円増加いたしましたが、これは主に利益剰余金が13億6600万円増加したことによるものです。キャッシュフローです。営業活動により得られた資金は16億5400万円で、主に 税金等調整前市販基準利益の19億9600万円によるものです。投資活動の結果使用した資金は7億2300万円となっています。これは主に有形固定資産の取得5億6700万円と無形固定資産の取得1億200万円によるものです。また、 財務活動の結果使用した資金については3億1000万円でこちらに関しては主に短期借入金の純増減額による1億1500万円の減少と1億5100万円の配当金の支払いによるものですこれらにより現金及び現金同等物の期末残高は112億600万円となっています 次に業績予想についてですが、11月8日に開示しましたとおり、基礎において開示しました予想値から情報修正を行いました。売上高は494億円で20億円の増収。基礎の予想からは11億円の修正。営業利益は18億円で10億6800万円の増益。 基礎の予想から7億7500万円の修正。経常利益については23億1000万円で11億円の修正。親会社株主に帰属する当期純利益は16億1500万円で10億500万円の情報修正をいたしました。 中間配当は、現段階の業績予想を踏まえた上で、直近の配当予想通り、1株につき3円とさせていただきました。期末配当についても、現時点で計画に変更はなく、1株につき3円を予定しています。これは、第三四半期以降のプロモーション強化による、広告宣伝費や店舗効率化に向けた DX 強化を加速していく計画を踏まえて、 判断いたしました。以上、2024年3月期第2四半期業績数値についてご説明させていただきました。2023年5月に新型コロナウイルス感染症は五類へと移行され、徐々に人流の回復とともに世の中に活気が戻ってまいりました。当社グループにおきましても、特にコロナ禍で苦戦をしていた サングラスの売上が大変好調でしたコロナ禍はもとよりコロナ禍以前の2019年3月期の同時期と比較しても売上高は大幅に伸びておりますこれは夏のピーク時に先駆けて着々と商品の調達や効果的な反則を準備していたことが人々の購買意欲の高まりとうまくマッチした結果であったと見ておりますまた これまで外出を控えていたシニア層を中心にリアル店舗に積極的にお買い物に行かれる傾向が見られパリミキ、キンポードともに百貨店における売り上げも好調に推移していますまた、訪日外国人旅行者数の伸びが急速に回復しており為替の影響も日本での消費を後押ししているためか当社グループにおいてもコロナ禍以前 免税売上高がピークであった2019年3月期の同時期と比較して116%となっております。そして補聴器に関しましてもコロナ禍では5年配のお客様のご来店が減少しておりましたが順調に回復しておりご購入だけでなく他社に先駆けて数年前より導入しております。月々3000円台から始められるサブスクリプション方式の 定額貸し出しサービスも年々ニーズが高まり、これらの売上高も堅調に推移しております。海外についてですが、東南アジアを中心に注力しております、メディカルとのコラボレーションは、現在人件費のコスト増など投資費用が売上に先行して発生しておりますが、長期的なスパンでの成長を見据えておりますので、今後着実に成長していくと考えております。 また今まで苦戦していた中国、オーストラリア、シアトル、フィリピンなど各法人の回復もあり全体としてはほぼ前年対比同水準で推移しております次に今後の取り組みについてご説明いたします国内店舗施策に関しましては現在新型店舗への移行も計画通り推移しており 今期中には、ロジ型店舗の積極的な出店も含め、全体の半数を超える店舗が新型店舗になる予定です。また、海外はメディカルとのコラボレーションを重点的に、引き続き東南アジアを中心に注力していく予定です。今期中には、フィリピンにおける三越グローバルシティへの出店、眼科病院の本格稼働、そして、 マレーシアでは2022店店舗の新規出店を予定しております。2年より施行された国家検定資格の眼鏡作成技能士についてですが前回の第1回合格発表において当社は業界ナンバーワンの746名の合格者を輩出いたしましたが先日発表された合格者を含め2023年11月現在994名の資格者を有することとなり 今期目標としている1000名をほぼ達成いたしました。医療機器であるメガネ、特に遠近療養メガネを初めて購入する際には、高い技術と知識がなければ、しっかりとした視力測定ができません。今後、当社としては、価格だけではなく、クオリティの高いメガネをご提供していくことに、ますます注力し、他社との差別化をより明確に打ち出してまいります。 当社は、ときめきと安心で、お一人お一人を豊かにすることをパーパスとし、世界的なホスピタリティブランドになることを目指す決意を持って、2022年に社名を株式会社ミキホールディングスから株式会社パリミキホールディングスに変更し、中期経営計画を策定いたしました。計画1年目の前年度は、コロナの影響が色濃く残る厳しい状況の中でも、 当初の計画通りに様々な施策の種をコツコツとまいていきました。そして計画2年目を迎え、その成果の兆しが徐々に目となり着実に育っていることを実感しております。今後さらに成長し、花を咲かせ実を結ぶように力を尽くすこと、また新たな成長の種をまいていくことも代表取締役としての私の使命であると考えております。 また株価と資本コストを意識した経営についても現状の認識と今後の対応につきまして現在検討を進めております今後しかるべくタイミングで当社としての方針考え方を公表したいと考えております今後とも私どもパリミキホールディングスにご期待をお寄せいただければ幸いでございますご視聴誠にありがとうございました